ジェイコブ・スティックス、オバー・ウルファク2018ジェイコブ・スティックスは、ドイツの数学者。ドイツ語の発音では、ヤーコップ・シュティックス。数論的大数期科学を専門としている。フライブルクとボンで数学を学び、2002年に、フロリアン・ポップから、ボン大学で博士号を取得した、プロジェクティブ・アナビリアン・カーブス・イン、ポジティブ・キャラクタリスティック・アンド・ディセント・セオリー・フォーログ、イテール・カバーズ。 論文は、ボン大学数学研究所によって2002年の最優秀博士論文として授与された。この時、高等研究所の博士研究員だった。2008年、ハイデルベルク大学数学センターのジュニア研究グループリーダーに就任し、2011年に活動を終えた。現在は、フランクフルト大学の教授である。ありがとうございます。